孫悟飯、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。ああ、あなたでしたか。この巻物ですか。これは俺の17号と18号にみんな殺されてしまって、母さんがタイムマシンを作らなければ。歴史を変える機会を。はい。ま、今さら言っても作ってしまった。まさかこの歴史にまで。トランクス。はい。あなたは。はい、では。以外にも行く。孫悟空の息子を殺す。マクリージョ、俺が食い止めるから。早く逃げるんだ。任務の邪魔をする者も殺す。お願いします。ありがたいよ。まだこんなに強い戦士が残っていたなんて。そんなはずがない。あの戦士がもっと早く気づいていたはずだ。でもさ、俺たち以外のサイヤ人がここにいること自体おかしいんだ。みんなって何者だ。今の操る実力では、俺らを倒すのは無理だぞ。
かも16号と戦って気づいておるや。いくら二人がかりでも勝ち目はないと。何なんだこいつは、強すぎる。たわいもない、すぐ楽にしてやる。二人がご飯だ。成果が出てきたな。この調子でどんどん行こう。なぜ倒せない。いくら3人がかりとはいえ、俺の方が力は上のはず。なのにご飯さんは殺させないぞ。トランクス、君は未来から来たんだよな。ブルマさんのタイムマシンが完成したんだな。立派になったな、トランクス。はい。そうだ、こうしちゃいられない。17号と18号が町を襲ってるんだ。そうだった。そしてこの後ゴアンさんは、ゴアンさん、俺も一緒に戦います。今なら、今の俺ならもう足手まといにはなりません。何言ってるのよ。絶対そんなことしちゃダメよ、トランクス。ここでゴアン君を助けてしまったら、あなたが歴史を変えてしまうことになるのよ。それでも俺は。トランクス、お願い、トランクスを止めて。トランクス、何か俺に隠していないか。それは、大人になった君が無事だってことは、未来は大丈夫なんだな。なら、この戦いにもきっと意味はある。それで十分だ。そんな、嫌です、ゴハンさん。トランクスにもいい仲間ができたみたいだな。こいつのこと任せていいかい。会えて嬉しかったよ、トランクス。ゴハンさん、ご苦労じゃったな。ちょっとあの子には二の重い歴史だったわね。にしても本当に飛び出していっちゃうなんて、これで本当に歴史を変え、もう一度修正に行くことになってたわよ。そんなの、助かったわ、ありがとう。トランクスは少し休ませる方がいいじゃろう。しばらくあなた一人に負担をかけてしまうけど。どうした？なんじゃ？おお、来たか。こないだの歴史の改変だがの、完全に修正できておらんかった。
あの時現れた人造人間16号が倒し、あやつは本来の歴史にはおらんはず。目覚めさせたのもとはでしょうね。彼もまた確実に強くなっているわ。行ってき、すまんが頼む。戻ってこれたんだな、俺の時代に。過去だけじゃなく、この時代も平和にしなくちゃ。決まっているな。17号と18号17号と18号まさか、そんな。それにしても、なぜ俺の名前を知っている。そうか、お前過去行くぞ。何にしても、邪魔をするなら生かしてもらう。サイヤ人の生き残りか、一体どの時代から連れてきたのか。知らんが、味方のようだ。私の他にも人造人間がまだ残っていた。消えてなくなる。お命ちょうだい。これで全てが終わりましたよ。ありがとう、悟空さんたち。あなたにもお礼を言わないと。おお、帰ったか。お疲れ様、頑張ったわね。
ランクス。勝手なことをしてすみませんでした。分かってるならいいわ。あなたの気持ちも分かるけど、私は立場上それを許すわけにはいかないの。はい、あなたにも謝らなければいけませんね。それからありがとう。ん？孫悟飯、やっぱり生きていたか。今度は逃がしはしないよ。こちらもフルパワーを出して殺す。俺は死なない。たとえこの肉体は滅んでも、俺の意志を継ぐ者が必ず立ち上がり、そしてお前たち人造人間を倒す。ご飯さん、ええのか。少し歴史が変わってしまっとるようじ。あれくらいなら私が巻物まとめるときに消えちゃう。でもそうね。な、うん、ま、あれくらいの変化なら歴史に、わしも見なかったことにする。うん？そんな、セルが17号と18号を吸収して。本当は違うんか。ええ、本来なら17号を吸収してから18。なんじゃい、結局吸収する。それはそうなんですけど、セルは精神と時の部屋を使い、たった1日で強くなった。時間があれば俺たちや悟空さんがもっと強くなると期待し、こんなにすぐ完全体になってしまってはセルゲームを開催しようとも思う。面倒じゃのう。お前さんちょっくら言ってすあの頃より強くなっとるじゃろうから、セルもその気に。そんな無茶苦茶な。ていうか、こんなに一気に変身しちゃったらクリリン君が結婚できなくなっちゃ。そうなんでしょうか。そうよ、もう鈍いんだから。とにかくお仕事お仕事。あ、はい、この歴史のことはよく知ってますから、俺に。そうね、恋愛イベントには超疎いけど、そっちはいいじゃないですか。はいはい、じゃ、ま。俺は孫悟空の居場所を知りたいのか。教える気はないのか。貴様らの動き、孫悟空を殺す。どこにいるか教えるわけがなかろう。では戦いの続きを知りたい。話したくなれば。
セグナナゴルのコマがオーラに読み上がっています。もし今の17号が手に入れたら、恐ろしいケースになってしまいます。絶対現れる前に、17号に見つけられた魔術を解いてください。お前でも、それでもいいんです。とうとう記念すべき日がやってきたのだ。この私が17号18号に撃退し完全体になる日が。何者かしらの邪魔だ。とっとと消えろ。俺は今そいつと遊んでるんだ。17号、お前だけでも逃げろ。18、17号は忠告を聞きそうじゃない。お前はどうする。16、セルを破壊する。戦う時が来た。セルを解除し合うな。何をしてるんだ、ジュラ。バッサリと戦うつもりなのか。それ以外の方法はない。今回ミッキー生徒16号は互角の実力。しかし今のフルは大幅に変わらず、そこは16号の強力に高い。こんなに強かったの16号のやつ。とどめを刺してやる。出てきやがれ。望み通り出てきてやったぞ。なんてパワーだ。お前ってやつはどこ。お帰りなさい。お疲れ様です。無事歴史の改変を食い止めました。しかしこれでめでたしめでたしとはいん。あのあと結局セルは17号と18。ええ、でもそれが本来の歴史の流れだから仕方ないわよ。それよりトワとミラがまだ姿を見せていないのが気に。これで無事解決したとは思えないし、この歴史は。それはあなたはひとまずゆっくり休んでください。お疲れ様です。おお、来たか。トランクスがチェックしていた巻物に怪しい気配が感じられたの。この歴史では完全体になったセルによってセルゲームと。しかしこのゲームに本来参加し。ミラね。あいつは時の流れから外れた存在。お二人ともサポートをお願いしますね。任せて。後輩にいいとこ見せなさいよ。はい。男だ、トランクス。行くぞ。
サイヤ人を連れている。ただの腕自慢なら俺の敵ではない。今テルドーム会場で悟空君が作る戦いを繰り広げてるな。二人の戦いの邪魔をメンタおめえの強さはよーく分かった。オラもうやめとこう。うん、おめえの出番だぞ。わっ、ガセンチの戦いが終わったみたいだ。もう少しのヒーローだ。そうですね。お待たせミラ、準備が整ったわよ。今度は何をするつもりだ、トワ。今回はなかなか楽しんでもらえると思うわよ。なんてパワーだ。お前ってやつはどこまで強くなるんだ。セルの木がいきなり膨れ上がった。トアの残念ですが、俺が手伝えるのはここまでです。この歴史にはパワーアップしたセルは恐ろしい相手ですが、以前も奴らは同じ手を使ってきたことがあります。他にも何か仕掛けてくるかもしれません。くれぐれもお気をつけて。少しは役に立ちたいだろう。格闘技の世界チャンピオンらしいから。よし、やってやる。名前も知らない奴らが戦ってるんだ。チャンピオンが逃げたんじゃいい笑いもんだぜ。 よし、放り投げるぞ。それずっといいんだ。孫悟空、正しいことのために戦うことは罪ではない。精神を怒りのまま自由に解放してやる。気持ちはわかるが、もう我慢することはない。俺の好きだった自然や動物たちを守ってやってくれ。余計なお世話だ、出来損ない意味。これで面白くなってきたぞ。すぐ5回も発生しました。しかしまだ本来の歴史と違ってセルジュニアが残っています。油断は禁物です。ご飯さんに加勢してください。いい気になる。まさか本気でこの私を倒せると思っているんじゃないか。
倒せるさ。では見せて、この線の恐ろしい真のパワー。行くぞ。よっしゃ、ボルケーノ。やったじゃないか。次もこの調子で頼むぜ。俺たちもな。なんだって。意欲だ。ゲームの担当を認めるんじゃないか。タルクーラ、こんな時に現れるって。なんじゃい、そのメタルクーラというのは。なんで今日の中にもいるんじゃ。光の手を受けてたのか。アンドロイドなんで。あの穴はワームホールだ。これだけの数のメタルクーラーを相手にして勝てると思っているのか。そっちこそ
俺が何の作戦も立てずに突っ込んできたと思ってるのか。何？俺の母さんは天才科学者だ。俺の趣味も深い意味なんだ。ビッグゲゼスターの中枢コンピューターに死滅プログラムを仕掛けて、もうすぐお前たち全員消え去る運命だ。なんだ？さあ、メタルクーラーが動きを止めるまでこいつらを食い止めますよ。それでここは一安心です。みんなのところへ戻ってもらえますか。訓練の成果が出てきたな。この調子でどんどん行こうぜ。また時の時からサポートしてみてもらいます。すみません。よろしくお願いします。死の淵から蘇ったか。私はさらにパワーアップしてもらう。間に合うかしら。気でも打った。死んでしまってお父さんの敵が撃てるのに、死んだ。ぜひこの手で殺したかったと思っていた。セルの力はコアの魔術でパワーアップしてます。コアさんを助けてセルを倒してください。すげえや。まったくお前にはかなわないな。
ありがとう、あいつ。やった、やった。どうやら助かったようだな、俺たちは。おかえりなさい。今回はびっくりしたの、クーラがあんなに大量に押し寄せてくるとは。しかしトランクスのおかげでなんとか。ええ、まさかトランクスがあそこであんな規定を。え、時の海王神様、そのつもりで俺を行かせたんですよね。ええ、そうよ、決まってるじゃない。じっと。何よその目は。なんとかなったからいいじゃない。やれやれ、お前さ。
すげえや。まったくお前に。コンタクトの皆さん、もうヒーロークロシアムは始めたかしら。いらっしゃい。最新バトルシミュレーターで楽しむ衝撃の超フィギュアバトル。あんなヒーローやこんなヒーロー、みんながあなたの思うがまま。組み合わせは無限大。あなただけの最強チームを作ってちょうだい。やったじゃないか。注目注目、タイムパトローラーのみんなにお知らせよ。近々コントントに大きな映像モニターが設置されることが決まったわ。その名もコントント TV よ。え、そんな話ありましたっけ。わしゃ聞いとらんぞ。ほーおほんおほん、大事なことやお得な